めげないしょげない YSY というわけで買ってきました、じゃんと。はい、こちら、ラブライブサンシャインドールフィギュアスタンプ。はい、でアニメのワンシーン、こちらありましたね。これがまあ実際に商品化されたのが先ほどのマスコットチャームです。でこっちはマスコットチャームではなくドールフィギュアスタンプということで、これスタンプ付きなのかなになります。なのでまあ商品自体は別に続編でもなければだまあ別物にはなるけど、イメージしているものは一緒っていう感じだね、おそらく。はい、これを箱買い、まあ9個入ってるのかな。はい、全部開けていきたいと思います。なのでこれ全種類普通に紹介していく動画になります。はい、でこちらの商品は8月17日発売で、この時点ではまだ全国で2店舗でしか販売されていない商品になります。でこちらは駿河湾沼津サービスエリアプレミアムショップで購入してきました。はい、じゃあ開けていきましょう。でー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 、はい、普通になんかコンビニとかで並んでそうな雰囲気あるね、これ。おお、デカデカと750円プラス税って書いてある。まあせっかくなので彼女と1個ずつ開けていきたいなと思います。まあ今回9個なんでね、すぐ終わるかなって感じはあるんだけど、じゃあ俺はヨウちゃん狙いで、で彼女はヨハネ狙いで、まあ引いていこうかなと思います。でついでにね、あのネタバレになるんだけど、配列も一緒に紹介していきたいなと今回思いますので、ネタバレがあんまりね好きじゃない人はね、まあちょっと気をつけて見てください。これね、まあ手前いきますわ。じゃあ俺からいきます。さあようちゃん出るかね。はい、いきます。3、2、1、ほいっと。あ、ダイヤちゃん。あ、なるほどね。もうそもそも素材が違うわ。なんかね、なんつーの、もう本当にフィギュアって感じの素材になってます。これだったら普通に可愛いぞ。はい、せーの。はいね、落ちたよ。はい、ヨハネが落ちた、打点したというわけでこちらヨハネ髪の色違くない？青いよこっち。パッと見やっぱカナンちゃんに見えちゃうよね、この色だと。でもまあよく見ると、まあね、団子ついてるんでそこでヨハネかってわかるんだけど、はい、ヨハネ、え、もういきなやられた。まあ後ろこんな感じ、まあシンプルだね。まあせっかくなんでね、どんな感じになってるか開けてみましょう。スタンプ、はい、おお、あ、アイコンのスタンプなんですね。かわいいじゃん。インクはもうなんか自分で用意してって感じの、まあ、パターンらしいんでね。あ、ヨハネ、ダイヤで2年生ここだよ。お前それヨウちゃんじゃねえの、お前取ったんじゃないの。お前ぶっ殺すよ、ヨウちゃんだったら。お前これで、これでヨウちゃん出たらぶっ殺すからな、お前。はい、じゃあ俺からいきますね。いきましょう、ヨウちゃん、いでよ、ヨウソロ。ん、髪の色が違うぞ。あ、はい、桜内リコさんテキルリアが言ってる、いつも。はい、リコちゃん出ました。2年生は当たったけどね、リコちゃんだったか。まあ可愛いね、この髪のアクセがワンポイントになってて、で後ろがね、後ろもちゃんとついてる。まあ許さないからな、絶対。まあ絶対分かってんだろこの野郎。はい、俺の推し引かれた。もうなんかね、なんか分かったらしい、とりあえずもう場所把握したらしい。面白くな、こんなね、分かりきった勝負じゃねえよ。すぐそうやってね、意地悪する。じゃあ丸引くわ、カナン、せーの、ほれ。お、マジで丸じゃん。丸来た。はい、花丸ちゃん、こんな感じです。お花丸ですね。はい、なんだろうねこれ、ノートかなね、音楽室に向かってんのかなこれ、図書館だな。はい、じゃあ今からカナンちゃん引きます。何が出るかな。はいはい、カナンちゃんこれ結構やばくない？まあ色で言ったら、うん、やっぱ髪の色って大事ね。あー、なるほどね。俺も青く染めたらカナンちゃんなれるかな。いるか。じゃあ俺はまあ普通にチカッチいきますわ。はい、というわけでチカッチ、はい、チカッチ、ちゃんとアホ毛がねピヨーンつって出てるのがまた可愛いですね。はい、というわけでこちら、まあアイコンね、みかん、はい、カットみかんですよこれ。糖度どのぐらいあるのか
ちらチカッチです。こんな感じになってます。はい、次ルビーちゃん。あ、飴持ってんだ。なぜか1年生だけ何かを持っているっていうね。はい、ペロキャンで、ラスト、はい、こちらマリーです。口また低評価増えるから。違うわ、登録者減るわ。はい、というわけで、こんな感じですね。シャイニーか。はい、というわけでね、まあ急に全員集まりましたという感じですね。はい、まあこうやってね並べてみると、まあ結構可愛いかなと思います。はい、まあこんな感じで急に無事揃いました。あのこれだったら、うん、値段もマスコットチャームの半分だし、大きさもまあまあだし、でスタンプとしても使えると。まあ普通に置いてもいいしね。まあこれは全然ありかなと、はい、思いました。まあ今回の商品はね、全然 OK でしょう。というわけで、ラブライブサンシャインアクアドールフィギュアスタンプの箱買い開封動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンの方もぜひよろしくお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。